野崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。大穴タイトルホルダー予想。さあ、開幕前にどんどん増えていく大穴シリーズです、はい、今回は一度もタイトルを首位打者とかホームラン王とか、はい、そのタイトルを取ったことない選手の中で、うん、この選手はワンチャン初タイトル受賞あるんじゃないのかっていう予想をしようっていう、はい、今日はセ・リーグ編ですけども、はい、だからバッターだったら首位打者ホームラン王打点、うん、最多安打、うん、盗塁王最高出塁率、はい、ピッチャーだったら、うん、勝利防御率奪三振、はい、セーブ、うん、ホールド、うん、全てのタイトルを一度も取ったことない選手で、はい、誰を取るのかを当てに行こうっていう、はい、もう大体1年に1人ぐらいは初受賞がいる気はするんですよね。そうだから去年だったら、うん、マキがね、はい、打点初受賞、そうだ最多安打も牧が初受賞、牧中野初受賞、はいはい、で盗塁王の近本は連続で最高出塁率の大山もだからいわば4人初受賞だ、はい、ピッチャーでいうと防御率が村上、うん、初受賞で最多勝東も初受賞、うん、最高勝率東も初受賞、西武岩崎初受賞、はい、でホールド島内も初受賞で奪三振今永も初受賞だからもうほぼ全員初受賞だね。へセ・リーグはね、はい、だこれを当てに行こうって。はい、そうですね、うん、だから可能性はあります。既存の選手が取ったら当たらないけど、うん、初受賞は全部当てに行きたい、ね、はい、行きたい、ね、だからまず首位打者去年が宮崎、村上、はい、鈴木誠也、佐野、鈴木誠也、ビシエド、宮崎、坂本、うん、だ現状既存の選手で言うと坂本、宮崎、ビシエド、佐野、村上これが取ったことあるから、うん、後の選手は誰でもいい、誰でもいいで、フリーだ。ジャイアンツだったらそしたらもう岡本やんな。まあそうですね、初受賞可能性あるとすればね、ホームランも打つし、まだ率もだから首位打者で今の既存の選手の中で言えば、うん、岡本以外、選手以外なんかちょっとノーチャンスやる、うん、ノーチャンスで可能性、吉川とかもチャンスあるけども、もう岡本になるよね。近いな、岡本選手ですね、うん、じゃあジャイアンツの候補岡本選手ね、うん、で次じゃ阪神近本やんな、うん、これはで DeNA 牧やな、取ってないか、そうか、うん、はい、牧選手牧か渡来もあるよ、今元気だからね。あ、そうですね。で広島、坂倉やな、坂倉、うん、であと中日、岡林か、あ、可能性高い。ヤクルト塩見選手、塩見しかおらへんの、首位打者、首位打者を、いやいや、でも1年元気だったら塩見選手あ あるかもしれないですよ。じゃあサンタナ塩見だね、サンタナ塩見こん中の誰かや、うん、岡林、近本も、いやそう、足あるからね。岡林選手あるっちゃあるっちゃ、岡林去年打率なの、最短とか去年打率、岡林279、近本は近本285、東近本、デッドボールあったからな、牧、牧、いや牧選手もありますよね、あるよな、293牧にしとこうか、いや牧選手、牧、牧、ね、うん、打率は牧、はい、ホームラン、ホームランは岡本、村上、ソト、ゲレーロ、筒香、山田で今現状で言うと山田と村上と岡本だけだね。おお、本命マキちゃんこれあるなマキちゃんだって巨人だと岡本以外だと、いやもう岡本選手だけじゃないですか、もう坂本とかになっちゃうよね、うん、でヤクルトとかだとサンタナ、オスナでしょ、うん、阪神だと里輝、大山で、中日だと中田、細川、細川で、広島だともう外国人か坂倉しかなくなるな、でもホームラン王だからね、うん、そうですね、で横浜だと牧、オースティン、オースティン、宮崎、いやそう考えたら牧か、僕はオースティン、いや試合出るよ、試合出るよ、まず出たら大きいかもしれない、最後、うん、ワンチャン元気だと坂本説もあるけどね、うん、でも牧やな、これはもう、いや中田選手めっちゃ中日で頑張るとかない、いやなお前バンテリンでホームランを取ったらえぐいね、まあ、確かに確かにそうですね、 あと左のホームラン王の甲子園もすごいからね、浜風あるからね、打点牧、村上、岡本が既存の選手です。あとそれ以外打点の方が大山とかチャンスあるんちゃう、はい、あとオスナ、サンタナ、サトテル、アベレージよ、アベレージ、あれですよ、去年3位なんだ、なんて92で牧選手が103、牧と10約10違う、うん、チャンスある で大山選手も5位、大山ちょっとやっぱり78ちょっと差があるんですけど、うん、やっぱこれちょっとサトテル、大山選手どっちか言ってきますか、やっぱそれサトテルのホームランがあるからね、うん、そうなんですよ、だからサトテルはあんちゃん大丈夫、ずっと試合出る、今年大丈夫です、全然違います、変わったって岡田さんも言ってるんで、あ、そうなんだ、で、まあ、本人もちょっといろいろ手応え掴んでみて、うんうん、じゃあサトテル行ってきます、サトテル行きましょう、で次、最多安打、最多安打、最多安打は
歴代誰ですか。中野真希、岡林、佐野、近本、大島、ビシエド、丸、大体170本ぐらいがノルマだね。え、近本選手は取ってるんですよね。取ってる、取ってる。宮崎取ってないね、サイトアンド。宮崎さんちょっと、ね、休むしな。そうそうそう、ずっと出ないっていうのがあるからな。出るし、出る。それだったら、それだったら渡来の方が夢あるね。そうそう、僕は今年も岡林にワンチャンあると思ってますよ。やっぱこう1年通して頑張れる人じゃないと最短だってちょっと届かない。巨人でいうと門脇、吉川やな、試合出るって考えたら、はい、で阪神、前打たないと打席数回ってこないから、やっぱ 1,2,3 番が多いわけよ、うん、結局過去で上位打ってないのに取った選手っていないのよ。もう最悪4番までだからね、うん、1,2,3,4 まで行ってね、4は、うん、もうほぼ 1,2,3 番なのよ、はい、だからもう 1,2,3 番を打つ選手限定で1年間戦える選手だよ、うん、阪神はもうないやろ。もう塩見か渡来しかないよ。塩見選手行ってみます。そうやな、元気でね、うん、元気で塩見にしよう。怪我しなかったらありえますよ、うん、そんなもん、あの絶対試合は出るからね、うん、盗塁、近本、近本、中野、近本、近本、山田、田中、山田、山田。おお、これはもうそれこそ塩見ちゃん、うん、ああそうじゃないですか、うん、ね、うんうん、走るで言えばね、はい、だってサイドアンダー取ったら盗塁王もいけるやん。いけます、いけます、ね、塁で出るしね、うん、出塁率、うん、大山、村上、鈴木誠也、村上、鈴木誠也、丸、田中、坂本、山田、こうフォアボールも選ばなきゃいけないからね、うん、ほぼほぼクリーンナップ。でも出塁率はずっと出なくてもいいんだよ、左打席やっていいと。3、9、5、去年2、そっかそっか、うん、でも何気に岡本取ってないんだよ。岡本が5位ですね、3、うん、5位。フォアボール少ないのかな。近本選手は取ってます。近本取ってない。近本1番で出塁率ってよっぽどだからね。でも去年3位なんですよね。そしたら多分ね、首位打者とかも取っちゃってるよ。あ、もしあの近本が出塁率取ってたら多分首位打者も近本取ってる。うん、やっぱでもクリーンナップか。フォアボールがね、やっぱ重要になってくるからね、うん、まあ、近本もフォアボールが増えてるとはいえ、うん、岡本選手ないんですもんね。岡本さんないですね。宮崎選手、岡本さん、宮崎、宮崎にしとこうか。お、お、ここはこれだね、野手は、はい、で次ピッチャー、ピッチャー、ピッチャー、防御率、防御率、村上、青柳、柳、王道、菅野だね、うん、誰や今年急成長するピッチャー。戸郷か。戸郷投手ありますね、うん、うん、巨人は戸郷だね。巨人、戸郷かな、うん、僕は山崎より押したい。もう戸郷投手より僕は戸郷、戸郷君、もちろん戸郷君もいいですけど、うん、グッとくるのは山崎よりかな。でも押せないけどね、そこは。いや、私わかんない。ヤクルト、防御率やろ。うん、もうでも小川しかいないもんね、1年間回るって言ったら ね、 ね、今年こそ東。ああ、いいっすね。ああ、確かに去年2位だったから。で、中日、高橋宏斗、あ、うん、まあ、柳投手も、柳さん取ってるもんね。あ、取ってるのか、そっか、柳取ってる。で、阪神、伊藤将司が去年は5位で入ってますね。トコタ投手が219、あ、すごいね。うん、トコタチャンスあるよね。ありますね、え、去年2位が東投手、東198、で3位が床田投手219、あー、東でしょ、東、じゃあ東投手、勝ち星、勝ち星は東、青柳、栗、青柳、菅野、大瀬良。勝ち星こそ戸郷行くんじゃん、うん、今年は投げるからね、投げるから、はい、うんうん、必ずありますからね、うん、勝ち星戸郷にしよう。大竹ないですか。うん、大竹、まあ、2年目っていうところで去年の12位並んでますけど、でもやっぱ15オーバーはしときいきたいからね。確かにね、うん、まあ、でも確かに戸郷投手15勝ぐらいね、うん、勝率、東、青柳、青柳、菅野、山口、大体勝ち星取ったやつが勝率になってんのよ、うん、ここ数年ずっと2017年だけなのよ、勝ち星と勝率が違うの。菅野と薮だね、広島。あとは15年の前剣とマイコラス。じゃあそんな山崎要領するんだったらさ、ああ、うん、どう、勝率どう、うん、どうどう、全然あるぞ。じゃあそれにしとこうよ。ちょっと大穴ですね、うん、そんな押すんだったらね、うん、うん、押すんだったら、うん、いや面白いじゃないですか、うん、入れとくの。次、西武、岩崎、マルティネス、スアレス、スアレス、山崎、康明です。はい、今年だから抑えが誰が、そろそろ大勢がね、取んなきゃいけないけど、そもそもか、栗林ね。栗林、え、取ってないんですか、栗林投手。取ってない。えー、田口だって怪我してるからね、もういつ復帰するんだよ。間に合うでしょ、うん、田口も間に合うんでしょうだからね。ぜ、いや、ぞ、そ、そこ投げるかどうかがね、うん、だからもう栗林か大勢か、うん、はい、田口しかいない。今年やっぱり巨人を上位予想してるじゃないですか、うん、ってなったらもうやっぱ大勢投手に取ってもらうしかないんじゃないですか。でもここ大勢一緒、こう、うん、ちょ、選択肢が少ないね、うん、ここは。次、ホールド、島内、ロドリゲス、湯浅、清水、清水、福、祖父江、ロドリゲス、近藤、マテオ、桑原、マシソン、桑原、
Bリーグで最も安定感あるリリーフ。伊勢。ちょっと最近こうちょっとこうなってきてるよ。それこそそんなにゲラがいいんだったらゲラちゃん。ウェンデルゲン抑え説もあるしな。ちょっとその辺がね流動的です。じゃあもう押してくるからゲラにしよう。ゲラ行ってきます。だって押してくるからね。ゲラ。来るんでしょ。来るっすよ。間違いないです。じゃあ勝利の方程式。三振。今永戸郷柳大野山口菅野マイクラス菅野藤浪メッセンジャー。三振いっぱい取るやつ。高橋宏と、うん、取ってないですもんね。高橋宏とチャンスあるんじゃん、うん、去年の2位です。な高橋一緒、はい、今年1年間回って、うん、刑事ではない、うん、宏との、うん、これでいこう。大穴、はい、タイトルホルダーわ。どうやって当たってほしいな。打率巻きホームラン巻き打点差と出る最多安打塩見盗塁塩見出塁率宮崎防御率東勝ち星戸郷勝率山崎より西武大勢ホールドゲラ三振は高橋宏と、うん、これが今年初受賞する、はい、どれだけ当たるかね、はい、何部門あります？1、2、3、4、5、6、12部門。2つぐらい当てたいですね。いやもう初受賞のやつ全員当てたよね、はい。まあ、既存の人もいるからね、うん、ほぼ全員チャンスあるよね。ホームランも牧もね、うん、チャンスあるからね、はい、全然ね。そういった意味では、はい、じゃあ次回パ・リーグですから、はい、皆さんも一緒に考えていきましょう。はい、お楽しみに。